せっかくスイーツ祭りを中止にしたというのに、余った売り物を食べているユーリの姿に戦慄するフレン。しかし彼はめげず、今度は立ち入り禁止区域に侵入した者を取り締まろうと奮起する。世界樹の森は一般人の立ち入りを禁止しているはずにもかかわらず、侵入した者が本当にいるなら取り締まらないと。細かいよな、本当によ。細かくない。規律や法を守るのは当然のことさ。答えなんてなくとも、それでも考えるしかないんだ。道を決めるのはお前だぜ。不審な奴だ、捕まえろ。待て、なぜ僕たちを攻撃する。まさか兵を動かせるほどの人物なのか。硬派戦闘人ミストラルトール。世界樹は人々の信仰の象徴だからこそ、ミダリに近づくことは許されない。なのに一体何者が。逃がさないぜ。ミストラルトール
な。飛天ショック。ミストラルトーン。硬派天超人。いるなら来い。逃がさないぜ。ミストラルトーン。硬派天超人。するなんて聞いてねえよ。ここは立ち入り禁止区域のはずだぞ。ほら言わんこと逃がさないぜ。ここでおしまいにするよ。交流熱がそう。俺様に手を出すとお前ら面倒なことになるぜ。王に守られてるって言いてえのか、巫女様よ。悪いがくだらねえ法なんて守る気はさらさらねえよ。巫女たるもの、人々の見本になってもらいたいものだね。こいつにそれ求めんのは酷ってもんだろう。思いのほか苦戦してしまったね。おいおい、そんな調子で大丈夫かよ。あなたは巫女でしょ。ならば巫女らしく貧困法制を心がけるべきです。ゼロス怒られてやんの。君もだ。巫女のそばにいる者として勢いで突っ込むのではなく貧困法制を心がけてくれ。そんなこと言うけどさ、そっちのお友達も全然貧困法制じゃないよね。そうだよな。さっき法なんて守る気ないってはっきりと言ってたし。ああ、言ったな。ユーリ、君ってやつは